欲を抑えきれなかったといいますか、本当にそこに負けてしまった、反省をし続けなければいけません。自民党安倍派の政治資金パーティーをめぐる裏金問題に加え、4月にパパ活不倫疑惑が報道され議員辞職した静岡3区の宮沢博之前衆院議員、磐田市や掛川市などが選挙区の静岡3区は騒動以降、支部長が空席のまま数ヶ月が経ちましたが、おととい自民党県連は次の衆院選で静岡3区の候補者となる支部長を決めるための会議を開催しました。この日は書類審査を通過した2人と面接を行った結果、全会一致で掛川市議会議長の山本雄三さんが新たな支部長に内定しました。山本さんは掛川市出身の41歳で、会社員を経て2013年に掛川市議選で初当選し、現在3期目。去年、歴代最年少で掛川市議会の議長に就任しています。それでは以上で、前任の支部長の件もございますが、さまざまな政治不信がある中で、国民のためにですね、そして地域住民の皆様のために、私の人生をしっかりと捧げて、皆様のために、国民のために働いていきたいと、国民のために政治をしているのかというですね、やはり疑念を持っていらっしゃる皆様が非常に多いんだというふうに思います。やはりそこの姿勢をですね、しっかり正すこと、それが必要だと思っております。政治への疑念を晴らすために行動で示すと語った山本さん、県連は近く党本部に上申し正式決定する見通しです。静岡3区では立憲民主党の現職小山信弘衆院議員が活動しているほか、日本維新の会の釜下由加子さんが出馬表明をしています。また宮沢博之前衆院議員は次の衆院選への態度を明らかにしていません。一方、3区同様、新たな支部長の選考で注目を集めるのが浜松中央区が選挙区の静岡8区です。静岡8区は安倍派の座長を務めた塩谷隆衆院議員が支部長でしたが、裏金問題で自民党から処分を受けて離党して以降、こちらも空席となっています。県連は新支部長の選考を早期に取り掛かりたいとしていますが、関係者によりますと塩谷議員が無所属で出馬する意向を示していることもあり、選考方法やスケジュールが未だ決まっていないということです。活動している以上出る覚悟で今やりますから、無所属で、出馬ということは大変難しい、厳しい、しかも逆風でありますから、それをいかに乗り越えられるかということでしょうね。八区の新支部長の選考について自民党県連の逢坂節次幹事長は、党本部全体のですね、進め方等も見ながら、八区の現職の国会議員の方の動向等、それからそれを受け止めた地元の反応等を見定めながらですね、今後どうするかということは検討していくということになろうかと思います。現職の国会議員の動向を見定めながら検討していくと慎重な姿勢を示しました。